U 字工事の旅発見。今回のテーマは日光山輪王寺。栃木県を代表する日光の社寺の一つです。今年の春には13年に及ぶ三仏堂の改修を終えました。今回は日光山輪王寺の三仏堂、大護摩堂、浄行堂、大雄院を巡り、知らなかったメッケをお届けします。2人でメッケを探し歩く知的旅番組、U 字工事の旅発見。どうも。今週はですね、先週に引き続き日光です、はい、日光、まあ、雨降っちゃったけどね、はい、まあ、これはこれでね、やっぱりいいんじゃないですか、日光らしさ、ね、今回のテーマはですね、はい、日光山輪王寺。来た、輪王寺、来ましたね、掘り下げますよ、輪王寺を。いや、もうほら13年ぶりに本堂がね、はい、改修されましたから、前来た時とかはやっぱりさ、足元が組んでて、よく見えなかったもんね。つかないつかないと思ってたけども、はい、それが今日楽しみだね、はい、もう見れるってことで、行ってみましょう。行きましょう、ね、掘り下げます、輪王寺。こんにちは。こんにちは。こんにちは。U 字工事のお二人、はい、ようこそ日光山においてくださいました。ありがとうございます。輪王寺の菅原でございます。よろしくお願いします。お願いします。どうぞお願いいたします。少し輪王寺の歴史をご説明したいと思います、はい、お願いします、はい、奈良時代の末に正道上人というお坊様がですね、観音信仰を持ってこの日光山を開かれました、はい、以来この日光山というのは神と仏様が同時に住まう、はい、そのような聖地でございます。平安時代になりますと、はい、これは自伝によるんですが、はい、弘法大師空海様並びに慈覚大師円仁様が来山をされたとあります。その頃に三仏堂、浄行堂が創建されます。円仁様が来山されたことを機に、輪王寺というのは天台寺院としての形を整えていくわけでございます。また鎌倉期になりますとね、たくさんのお坊様がこの日光山に集まりまして、はい、修行されます、はい、その頃特に修験道というんですがね、山岳仏教が盛んになっていくんです。あ、この日光の3つのお山、南大山、はい、女峰山、はい、太郎山、それぞれの神様とですね、はい、千手観音様、阿弥陀如来様、馬頭観音様、この3体の仏様を同一視する、はい、まあ、これも一つの神仏集合なんですが、日光三女権現というですね、信仰が盛んになってくるんです。江戸時代になりますとですね、徳川家の時代になりまして、家康公様が祀られまして、はい、そして輪王寺には三大将軍家光公様が祀られるわけでございます、はい、明治の世になりますと神仏分離令という形で施行されたものですから、お寺と神社、神様と仏は別々にしなさいということになるんです、はい、お二方はそのような、はい、神と仏が一緒になった場所、はい、この日光山をこれからご参拝していただこうと思っております。御門、門ですね、門をキーワードに、この輪王寺をご参拝いただければと思っております。そうするとよろしいメッケがですね、見つかるんじゃないかと思っております。お世話の口からメッケって言葉を聞けたら嬉しいですね。ありがとうございます。じゃあまずこちらの御門、黒い入れ台でございますが、黒門と呼ばれる門でございます。本当に黒いですね。黒いね。こちらの御門、なんだか分かりますでしょうか。菊の門ですか。そうですね、菊が使われてございます、はいはい、実はこの輪王寺というのは江戸期に皇室の方々が代々住職をされた、うん、そういうお寺なんです。これを門跡寺院というんですね。ああ、そっか、お寺さんで聞くって珍しいですよね。そうなんです。代々住職が皇室の方からされたということで、はい、この御門には菊が使われているんですね。それではこれからお二方は三仏堂をご参拝していただきます、はい、マスクを変えて、はい、あ、こんにちは。三仏堂については人見さんにご案内いただきます、はい、じゃあ早速こちらね見ていただきますと、こちらが1年ほど前に
大改修工事がね終わったばっかりの、輪王寺の本堂三仏堂でございます。はい、木造建築の、ね、お寺の建物としては東日本で、まあ、最大級のものと、はい、そうなんですか。なっております。まず上の方を見てもらうと、はい、丸いね金色にこう家紋があると思う。あれ三つどもえの家紋といいまして、神社さんとかにあるのが普通なんですけども、はい、昔神仏集合といって、はい、お寺も神社も一緒だった時の名残がねかなり残っているところですので、もともとこの三仏堂というのが二荒山神社さんの隣に立っていたと、同じ境内地に立っていたということもありまして、うん、ああいう三つどもえのマークはそのまま残した状態でこちら移築されたという形になります。それでなんですか。はい、めっけだね。めっけだね。白い幕のところを見ていただくと、花をねこう4つに割ったような形になってるんですけども、じゃあ何の花だか分かりますか。菊ですか。菊の、はい、花になっております。輪王寺というところは明治までは、まあ、門跡寺といいまして、天皇陛下になる以外の方ですね、次男さんとかそういった方が出家して、こういう大きいお寺をね納めた証として菊をこう4つに割って、で真ん中のところにね法輪っていう、お寺の象徴のマークですね、そちらをつけて門として今使っている形となっております。4つに分かれてるっていうのも珍しいですね。そうですね。なのでまあ四つ割り菊というあの門の名前。そんな門あるんだ、初めて聞いた。そうですね、全国でも多分この輪王寺だけの門だと思います。やはり、はい、すごい。ちょっとあの額がかかってるんですけども、はい、金の銅って書いて金銅って書いてあるんですけども、はい、あれ大きさどれぐらいだと思います。畳何畳分ぐらいだと思います。10分もらっていいですか。10分そんな待てねえよ。6枚。あ、正解です。畳6畳分ぐらい、だいたいあのワンルームの、ね、1部屋1人暮らしの部屋ぐらい。あれワンルームなの。どういうなんです。そう思えねえな、はい、それだけねこの音が大きいっていうのが、はい、分かるかと思います。東日本最大の木造、 それぐらい大きいと、はいはい、改修を終えた三仏堂、どんな風に変わったのでしょうか。いやすごい。どうですかね、こちら中に入ってもらって何が一番目につきますかね。はい、いやもちろんこの奥のね3つの仏像、はい、この寺のね3体の仏様たちも修復がちゃんとね一緒に行われまして、はあ、千手観音様と馬頭観音様っていう仏様はこの日光の地からこうわざわざね京都まで持ってって修復が行われてるんですね。どうやって持ってくるんですか。とこちらはあのここの、ね、お堂が修復している最中というのは、はい、上の天井と屋根が全部取り外されて、はい、ありませんでしたので、その時に仏様1体ずつクレーンでこう吊るして、クレーンで吊るするんですか、はい、仏様を外に出して、でこちらの仏様というのは寄木造りといって、はい、組み立てる形の木造の仏様なので全部分解してでトラックに乗せて陸送でね京都まで持って行っております。そうだ、組み立てなんだ。しかも、はい、大変なね作業が行われて今こう綺麗な状態で皆様にね、見ていただくという形になっておりますね。で皆様ねここまでここにねちょっと目が行きがちなんですけども、はい、実はもう一箇所ちょっと上の方を見ていただくと掛け仏と言いまして、掛け仏、はい、ちょっとあっちの方が一番見やすいですかね。ああ仏様が小さいのが、ね、ちょっとかかっているんですけども、はいはいはい、こちらは東照三女権現という本事物というのがありまして、阿弥陀如来様、薬師如来様、釈迦如来様、皆さんね見落としがちのところなの で、ね、ぜひねよくねご覧になってみてください。先生この大きい3体に目が行ってしまって見落としがちですね。奥へ進むと三仏堂のご本尊日光三所権現が目の前に。目の前までね今やってきたんですけども、ちょっとね仏様目の前でね見ていただく前に一個だけちょっとねご紹介したいものがありまして、こちらの掛け軸なんです。こちら今年のね4月から初公開となっている掛け軸なんですけども、春日井舟さんがこの日光山輪王寺に奉納してくださった掛け軸になります。あの幕末に活躍した春日井舟さん、日光に別荘をねお持ちだったみたいで、はい、あのたびたびねこう日光に訪れることが多くて、そういった経緯もあってこうこのねこの掛け軸をね奉納していただいたんですけども、こちら春日井舟さんの直筆の字となって、直筆、はい、世の中の人々仏様を信じればまあ救われますよというような、はい、そういう内容です。ちょっと鬼のような見た目なんですけども、角大師とか郷馬大師とか言われる五大師さん、モデルは平安時代のお坊さんですね。お坊さんなんですかこれ。自衛大師良源さんというお坊さんがいらっしゃいまして、はい、疫病が流行った時がありまして、はい、でその時にその自衛大師良源さんが町に広まっては大変なので、はい、鏡の前でご祈祷を始めまして、はい、こう時間が経つにつれて鏡に映ってる良源さんがだんだん姿を変えてきまして、最終的に鬼のような姿になったっていう。良源さんって眉毛
が濃かったお坊さんで眉毛が伸びたっていうふうに言われてます。これ、はい、確か目の上だね。そうなんです。輪郭はどこ行ったんだろうな。でその様子をですねお弟子さんが紙に書き留めて、はい、でそれを木に彫って判例をして町の人に配ったらこう疫病が全部なくなったということがありますので、うん、今ねまさしくコロナのウイルスというね、状況にもなりますので早くねなくなってほしいというのもありますのでお参りしていただきたいなと思います、はいはいはい、コロナが早く収束しますように。それではね次は今度こちらの仏様目を見ていただくと目線が合うような感じ。確かに下見てる感じしますね、はい、仏様というのは下から見上げると目合うように作られているのが基本だったりしますので、先ほどいたね上の段ですと目合わないんですよ。こういった場所でこう参りしていただくのが、まあ、正式なねお参りの仕方となっております。一番下のこう台座の部分からこう後ろに背負っているもの光背っていうんですけども、こうてっぺんの部分まで約 7.5 メーターほど、木造のね座像の仏様としては最大級のものとなっております。で木の上にこう漆を塗ってこう金箔をねふんだんに貼っておりますので、こういう金色でね光り輝く仏様の形となっております。輪王寺というところは昔からね家族信仰のお寺として繁栄してきたお寺ともなります。で一番右の千手観音様がお父さんで、真ん中の阿弥陀如来様がお母さんで、一番左の馬頭観音様がお子さんという形で、ご家族に関するね、ご健康であったりご繁栄とかねいろんなお願い事をしていただければと思いますので、二人も家族の健康と繁栄を願います。願いが叶いますように。輪王寺三仏像というのはもう一つこう役割がありまして、はい、日本の中心をこう富士山と考えた時に、はい、ちょうどこちらの位置は北東の位置に当たるんですね、はい、で北東の位置っていうのはこう鬼門と言われるねこう悪いものとか入ってきちゃう、はい、そういったね方角にもなりますので、はい、まあ、お国の平和を願ってご祈願する、お寺でもありますので、こちらで毎朝朝7時半に1年365日1日も欠かすことなくお国の平和を願って行われている場所となっております。三仏堂の裏手には個人の祈願を行う醍醐魔堂があります。黒子と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。個人的なお祈りに関しましてはこの護摩堂で行っております、はい、中では毎日3回、日を絶えてご自身のお願い事が叶うようにご祈願している専門の祈願道場になっております。お堂の中には全部で30体ほどの仏様がお祭りされているんですが、はい、真ん中に行っていただきますとですね、七福神様がお祭りされております。あ、本当だ。分かりますでしょうか。左右に2体ずつ金色のお姿をされている方がいらっしゃるんですが、はい、毘沙門天、大黒天、弁財天さんに関しましては色が違うんですね。はい、もともとはお隣に御法天堂というお堂がありまして、そちらにお祭りをしていたんですが、はい、世界遺産に登録されました、拝観することができなくなってしまいましたので代わりにこちらに持ってきた形になっております。もともと七福神様というのは江戸時代に天海大僧正という、はい、輪王寺の53代目のご住職を務め上げられた方がいらっしゃるんで、その方が広めた形になっております。また皆さんもよく7つのお堂を巡っていただいて七福神巡りという、ね、はいはい、行われているかと思うんですけれども、うん、輪王寺では、こちらに来ていただければ1回でお参りができる大変貴重で珍しいお堂になっております。国の安寧をですね、はい、三仏堂で、祈っていただいた後、はい、ごま堂に寄っていただいて今度はご自身のお願い事をお祈りいただければ、はい、よろしいかなと思います。はい、ふと上見たらすごいですね。そうなんです。金とプラチナで作られております。本当にですか。はい、吉原北斎さんといいまして修理をする専門の方なんですけども、墨を描かせたら人間国宝という、本来は両脇に空いてるんですがここに天女を描いていただく予定だったんですけども、まあ、これが最後の作品にしてくださいって。お亡くなりになったんですか。はい、そうなんです。金とプラチナ、はい、スケールが違うね。今回のテーマは日光山輪王寺。栃木県を代表する日光の社寺の一つ、三仏堂と醍醐魔堂を拝観した2人、続いては上行堂へ向かいます。足元の悪い中ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。この西地区を案内させていただきます西賀と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。有事工事です。こちらが上行堂。はい、はい、あちらと比べると少し暗い印象があると思いますが、はい、今この時期だからこそお参りしていただきたい場所なんです。あ、そうなんですか。まず中に入る前にちょっと外観の方をご案内させていただきますので、はい、こちらが
上行堂といいまして、もともと修行道場として使われていた場所なんですね。ああそうなんですか、はい。90日間、本尊様、阿弥陀如来様の周りを念仏を唱えながらこう歩き続ける、そういった修行の方法なんですけども。90日間、はい。寝ないんですか。このお堂の中にいる間は決して座ったり横になったりすることができない大変厳しい修行だったんです。厳しい。ご飯はどうするんですか。その時間はあるんですか。その時間はやっぱりあの外に出て食べるんですけども。よかった。ただ寝るときは竹にこう捕まって寝る。こちらが法華堂といいまして、こちらは90日間、今座禅をして修行する。あ、こっちも90日間。90日間です。この上行堂と法華堂を渡り廊下でつなげた形を二つ堂といいまして、はい、比叡山延暦寺の二内堂というお堂を模して作られたのが二つ堂ですね。もう全国でも一箇所しかないんです。あの比叡山と、そうなんですか、はい、こう日光しかないんです。ちなみに、あの先ほどの修行なんですけど、はい、比叡山延暦寺では今でもやってます。現在でも続いてるんですか。お堂に入ったらもうひたすら寝ないで歩いてずっとお経を唱えるっていう、はい、こちらも基本的には寝ちゃダメですね。竹に捕まって寝てるんですか。そうです。寝ないで、できるだけ寝ないようにして。できるだけ寝ないように、はい。過酷な修行が行われていたという上行堂の中へ。宝冠阿弥陀如来様という本尊様になります、まあ、平安時代末期の仏像でして、はい、国の重要文化財に指定されております。クジャクに乗っていて冠をかぶった仏様、この形というのは多分全国でここ唯一だと思って。そうなんですか、はい、クジャクは癒しと解毒の象徴といって、はい、浄化の意味がありますから、お参りしていただくと。そうですね、来てもらえると、はい、あの下でお堂持ってる人もすごい気になるんですけど、支えてる人、はい、邪気ですね、邪気。あ、邪気、はい、あ、なんか罰受けてるんですか。そうですね、戒めを中に、本当かどうかわからないんですけども、頼朝公の恥骨といって歯の骨が入ってるっていう、はい、別名をここ頼朝堂といって源頼朝がすごく信仰してた場所なんです。そうなんですか。めっけ、めっけだね、別名頼朝堂。続いて三代将軍家光公の霊廟大雄院へと向かいます。一番最初の門が二王門という門なんですけども、はいはい、五門を見ていただくと、はい、何の門か分かります。葵の門ですか。そうですね、ここは徳川家を祀ってますので、はい、葵の門になります。葵の門、はい、二王門の上のところに動物の彫刻があると思うんですが、はい、あの動物って何の動物か分かります。象。象、竜。あ、竜か。竜じゃないんです。これね、キリンなんです。あ、キリン、空想上のキリンってことですね。そうです、まあ、こんな動物の彫刻が結構ありますから、はいはい、進んでいきましょう、はい、今歩いてるこの石見てください、はい、これは神奈川県から持ってきた石ですね。遠くから持ってきましたね、はい、これ雨降りの石って言われていて、雨が降るとこういうふうに赤とか青とか色が変わるんです。普段この晴れてる日に来るとコンクリートみたいにグレーです。じゃあ今日雨で良かったです逆に。ちなみにこちらが曇りの日の石畳。確かに灰色ですね。2番目の門、二天門という門ですね。二天門、実は東照宮の陽明門より大きな門なんです。そうなんですか、はい、あの大雄院って書いてある額がありますね。下に下ろすと畳1畳ぐらいあります。そんなでかいんですか。それぐらい大きいです。家光公っていう方は大変あの家康公を尊敬してたんですね。目立たないように、はい、おじいちゃんを超えないようにあの遺言を残しましたので、東照宮は白と金の色彩が多いのに対して、はい、この大雄院黒と金が多いんです。3番目の門が夜叉門という門になります。夜叉門、はい、手前に緑と赤の夜叉がいまして、はいはい、後ろ側に白と青の夜叉がいらっしゃいます。馬ろきゃと言います。馬ろきゃ、はい、この仏様が右の手に持っている金色の矢がありますね。あ、はい、これがお正月に皆さんが受ける浜屋ってご存知ですか。あ、はい、この浜屋の発祥で浜屋の持ち主になります。そうなんだ、はい、じゃこの方が悪いやつやっつけてくれてるんだ。そうですね。すごい、膝のところに象がいますね。あ、象、はい、これは皆さんの足にもついている膝小象の名前の由来。え、本当ですか、はい、諸説ありますけどね。諸説あるけども、はい、名前の由来と言われて。でも漢字書くって小象って。そうですね、小象さんの小象ですよね。違うんですけども、うん、はい、由来はここからって説もあるんですか、はい、悪いものが下からこう入ってくるので、邪気がこう入ってこないようにここで象のところでこう止めているんです。踏みつけるような感じなんですか、はい、すげえ、かっけえ。今まで皆さんが見てきた建物、はい、門は全て国の重要文化財なんですね、はいはい、今度一番最後の金閣殿というお堂は
国宝です。最後国宝でお話聞いていただければ。はい、はい、いよいよ拝殿へ。金箔をたっぷりと使用した拝殿内部は64畳にもなります。これが天外といって、はい、これがあるとお寺という意味なんです。これがないと神社ですから、お参りに来るときにこの天外を探すといいと思うんです。はい、天外、孤独の天外ですか。そうです、そうです。昔はこの天外の真下っていうのは一番偉い方、将軍様しか座れなかった場所なんで、この真下が一番いいです。パワースポットです。両側を見ていただいて、唐獅子の絵が描いてあると思うんですが、はいはい、こちらの絵を描いた方が加納探幽さんです。実はあちら側が弟さん、はい、栄信康信っていう方が描いたものなんです。兄弟で描かれてるんでちょっと違うんです。あ、色落ちと青っぽい、はい、この上の竜も加納派です。すげえなこれ。140枚です。140枚、はい、金箔を何千枚も使ってますので竜が少し浮き上がって見えるんです。金箔がこんな浮き上がるほど貼ってあるんですか。はい、実はですね、今日はあのお二人大変いい時期にこちらの方に来ていただいてます。と言いますと、あのですね、家光公が亡くなってから370年経つんですね。はい、ああ、一番奥の部屋が本殿というお堂なんですが、はい、あの宮殿内に収められている家光公の座像をですね、はい、今回10年ぶりにご開帳がされています。もう正面にある、はい、あれがそうですか。ご位牌も分かります、はい、真ん中にある。普段、ね、私たちのなかなか見る機会がないんです。当初は来年の3月31日までだったんですけども、はい、あのこのコロナウイルスの関係でたくさんの方が来られないということで、はい、1年間延長をしまして、はい、そうなんですか。再来年の3月31日まで公開が決まりました。ありがたいですね。令和4年の3月31日まで公開します。はい、あ、じゃあまだ見られるチャンスあるってことですね。そうですね。家光公のご尊像を拝観できる貴重な機会を得られて、U字工事のお二人よかったですね。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でございました。本日はお二方にちょうどご開帳していたからお見せできるものでございました。はい、家光公は社寺の世界遺産になった大恩人ともいう将軍様でございます。ご参拝いただけて誠によろしかったのではないかと思っております。ありがとうございます。やっぱ世界遺産が社寺っていうだけあって、ついつい東照宮の方にみんな目が行ってしまうと思うんですけども、お寺の方もしっかり勉強した方がいいんだなってことはすごく分かりましたね。ありがとうございます。まあ、神社仏閣神仏様それぞれのこのゆかりご縁というのをですね、はい、今日のように知りながら神社仏閣をご参拝の折にはそのような気持ちでご参拝いただければと思っております。大湯今で全部ね、うん、見た方がいいですよね。そうだね、絶対に日光来たからには、うん、時間たっぷりとってこなきゃダメだね。そうね、うん、ずっと見る場所があるというかね、うん、特に大人になったらね感動するところがまだたくさんあると思うんで、うん、メッケがいっぱいでしたよ本当に。あの三仏堂のさ修理、京都にまで持ってったって京都から持ってってっていうのはちょっと俺びっくりしましたね。あと下から見たあの仏像の目と合った時の感動っていうんですか、はい、あれはすごいですね。細かいですね、装飾などが神社仏閣にはございますので気をつけながらご拝観されるとご拝観がより一層興味深いものになると思いますね。勉強になったね。はい、二社一寺ね、本当に輪王寺もねしっかりとこうねぜひ見てほしいですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで今日も本当に知らないことばっかりでごめんねごめんね。またお会いしましょう。日光山輪王寺は神仏集合の歴史を今に伝える社寺、それぞれの建物に残る御紋や一つ一つの装飾に込められた意味を知ることで日光の魅力がさらに深まりますね。U字工事の旅発見、次回は工場見学シリーズ宮島醤油で発見。そんな裏事情よ、普段から食べてるから。お楽しみに。小銭入れ置いてちょっと歩けますね。失敗したよ。いや決してそういうあれではない。結構ご主人集めてるんです俺。やった、悟りが開けた。今なら90周できるな。90日間ですか。90周どおりだね。90周じゃん。90日間。そんな早く終わんねえ。90日間できるな今なら。